高田三郎12月18日から2000年10月22日は日本の作曲家、指揮者。合唱曲を中心に作曲を行ったほか、自作を中心に指揮者としても活躍した。名字は高田ではなく、高田が正式な表記である。愛知県名古屋市に生まれる。愛知県第一中学校を経て、武蔵野音楽学校市販課で五大二郎に家政法を指示する。 ついで、東京音楽学校の本科作曲部を1939年に卒業し、さらに同校研究科作曲部、同校長校科式部で学んだ。この間にシンジ、キ清シ、クラウスプリングスハイム、ヘルムート・フェルマー、マンフレート・グルリット・ラに作曲を、福井直都氏にピアノを指示する。この頃の作品として、還元楽曲、山形民謡によるファンタジーと二重風絵や、歌曲、 風の歌った歌がある。この2曲はほどなくして出版され、今日までしばしば再演される作品となった。また、福歌でホルンを習得し、1940年の期限2600年、宝宿還元楽団にはホルン奏者として加わっている。1948年に、平尾騎士を、安倍孔明、木島清彦と共に作曲団体、知人会を結成する。 西洋及び日本の音楽の伝統を尊重しつつも安易に輸出用音楽や虚偽の民族性によりかからない態度を表明した。この会の活動は1955年まで続き、高田はここでバイオリンとピアノのための聡明曲やチェロとピアノのための小聡明曲などを発表する。同年、詩人と作曲家、声楽家による団体、八の会の結成に参加した。 ここで初演されたものに、男性合唱組曲、海などがある。この頃郎堺に、声楽、特に合唱作品へ力を注ぐようになった。NHK から芸術祭のために合唱曲を移植されたことを機に、詩人、高野菊夫と出会った、彼は、その移植作品、私の願いを皮切りに、合唱組曲、水の命、ひたすらの道、内なる、遠さ、確かなものを、 歌曲集、一人の対話を作曲した。とりわけ、水の命は、根性版、女性版、男性版合わせて200冊を突破するほどに、多くの人に歌われ、今日に至るまで日本における、合唱楽譜の売り上げの上位に居続けている。一方、式では、戦後しばらくまで放送などで活動していたものの、やがて自作のみに限定し、録音や合唱団の客演式で活躍した。 厳しい指導で知られていたが、その演奏に対しては、日本の合唱曲の演奏は全て自分が一番良い、とする、木下多もが、高田三郎の曲だけは、彼が自分でやった方がいいと述べたというエピソードがある。高田の指導を受けた、合唱指揮者は、数多く、様々な形で、彼の作品演奏に尽力した。1993年から彼の、作品古典演奏会、リヒト、 クライスの主催に当たっている、鈴木茂明、男性合唱版のない合唱曲について、それへの編曲を行った、塚圭一や今井国を、高田三郎合唱作品全集をスタートさせた、辻正幸などが挙げられる。これらで死によってアレンジされた、男性合唱版は、指導にも当たっていた東海メールクワイヤーの、男性合唱版制作シリーズによって開花し、 2006年10月8日に、大分イーチコ芸術文化センターで行われた第17回日本、男性合唱協会演奏会にて、心の指揮が320人により演奏された。指揮は、スカケイ,イチ。裁判年まで作曲、指揮活動を続け、室内楽曲、5つの民族旋律の還元画家編曲の完成を前に死去し、トーマス・マイヤー・フィービッヒが残りを完成させた。 遺作は神の見業がこの人にである。幼少から近所のプロテスタント教会に通う。1953年40歳の時に洗礼を受け、カトリックの信徒となる。霊明ヨゼフ・ダビド。第2バチカン公会議で成立した天礼検証に基づき、それまでラテン語で行われていたミサが各国語で行われることになった。それに伴い、 日本カトリック市教団の依頼で、天礼聖歌作曲に着手した。グレゴリオ聖歌や日本古来の旋律など、主治の技法研究を踏まえて、ミサは全部神の言葉でできている。だから間違った解釈で作曲してはならないと、自身の信仰を問いながら、晩年に至るまで220曲余りの天礼聖歌を作曲した。1992年には、天礼聖火の作曲を通して、 日本の風土への天礼の浸透に尽力したとして、バチカンより聖シルベストロ教皇騎士団勲章を授与された。1997年には日本エキュメニカル協会からエキュメニカル功労者賞を受賞しているもの。ありがとうございます。